検索してはいけない言葉、皆さんご…ちょっと待って、前回に引き続き一言言わせて。何よ。場の主張がすごいんじゃ。とマリサがくだらないことに突っ込んだところで今回も始めていきましょう。パート1と同じくマリサと。ループでお送りいたします。前回は電波系を第に3つのサイトを回りました。見ていないという方もこのサムネがほぼ全てを表してるので問題ナッシングです。なるほどわからん。まあそれはいいとして今回のお題はなんだ？こちらです。ほう、本格的になってきたな。そうですね。前回はネタ要素の強いものを扱いましたが今回は割と精神的に来るものを選びました。なので一応注意喚起。特にお食事中の方はお気をつけて。ということで有名どころから攻めてみるとしようと思い検索をかけたところ復刻コンテンツなるものを見つけたぜ。野崎さんはそもそも絵師さんなのですが今は名前を変えられて活動されているそう。ご本人のことを考えその名前は出しませんがまあ気になる方だけ調べてください。うーん、それにしてもなんというか大敗的。寝起きのマリサに似てる絵が多いね。寝起きの私こんな顔してんの？てかいつもこんな顔してるよマリサ。泣いてもいいですか？ゲフンゲフン。怖いけどすごく芸術的だよなこの人の絵。検索してはいけない言葉に含まれてるのどう思ってんだろうな。まあ多少ぐぬぬぬとなる部分もあるんじゃない？でも私は羨ましいな。そういうまとめサイトに名前あるの？安心しろ。時期にお前も嫌いな投稿者を叩くスレに登場することになるさ。安心ってなんだっけ？君が見た光、僕が見た希望だよ。それせいうんだろ。ネタしてないでもう少し真面目に絵を楽しんでよね。お前の口から真面目って言葉が出たってことは明日世界終わるな。張り倒すぞ。いやなんでボケに回ってんのよ。頭おかしくなったの？それにしてもどの絵もなかなか面白いな。虫なの？もういいもん。マリサなんてただのバナナだもん。ミキサーにかけてココナッツミルクと混ぜて黒糖タピオカを入れてテラスで飲み干すもん。今時女子をこじらせんな。あれ？隣のうちの田中さんに似てる。あらループちゃんこんちくわ。喋りかけてきたぞい。こんちくわ、最近暑くなってきたわねー。暑す。話が長そうなので次に行きましょう。ナイス判断だループ。これまた芸術性の高い作品ですな。黒い部分を頭の中で各自保管してみるとまた良きよね。想像の余地が残されてる絵の醍醐味だな。さて、野崎コンビーフさんの絵はこの辺りまでにしてお次はこちらです。なんだこのうち間違えたみたいな感じ。小さい子がうっかり検索しかねねえなこれ。実際私も過去にうっかり検索したんですよこれ。マジで？はい、しかしその際は私の心の中の野沢雅子とナダルがこう言ったんです。これやってぞ。うん、そう言うだろうなその二人なら。二人の助言のおかげで開かずに済んだわけですよ。実質一人分の助言だったけどな。でも今回はリベンジ。オラワクワクすっぞ。ブルータスお前もか。ということで訪れました。博士と少年少女がいますね。いくつになっても学ぼうとする心を忘れないでいたいものです。しかし学びは時に残酷であることも忘れてはならぬ。今回は私マリサ助教授とループ教授で諸君にそのことを講義していきたい。早速ですがこれは？これはバイト代下がってんじゃんと発言する大学生がじゃんの部分で口を開けすぎたがゆえに顎を失ったという絵です。飲み会が重なる時期のバイト代マイナスはそれだけショックだよってことです。ふむふむなるほど。うお、これまたきつい。これはダイナミックなうがいです。ダイナミックすぎでは？金を追い出そうとしたら全部出ちゃったというお茶目さが素敵ですね。お茶目って何でしたっけ？知らん。そんな無責任な。人に聞く前に自分で考えた上でその疑問の内容を体に掘り込みな。人に聞くまでに超えなきゃいけないハードルが謎に高え。そしてなんだなんだ今度は？千と千尋の顔潰し。うまい、山田くん座布団イッツファイン。夏限定の味かな。ですね、裸体物が混じっていたので少しカッとしました。裸体物はほんと怖いからな。消されるからな。そして消された瞬間私はこうなります。滝沢ごとってる。お次は一般投稿者炎上の図です。投稿者怖すぎはロタ。ちなみにこの炎上を楽しむ勢もいるようです。なんて野蛮な界隈なのでしょうか。私泣いちゃう。そう言いつつに昼な笑み浮かべてるくせに。君のような勘のいいガキは嫌いだよ。お次はスクラップブック。奇抜ですね。はい。好きな人の体のパーツを集めるとかどう？急にサイコパス開花させんなや。コメントで今回マリサめっちゃボケるやんって書かれます。それ書いたやつ、明日の朝起きたら体の一部なくなってると思うからよろしくね。みんな逃げろ、スクラップにされるぞ。うんと、あまりにも動画向きでないものが多かったのでこれでラストです。輪になって助け合っているようで本当はお互いを貪っている。人間って難しいね。ということでいかがでしたか。今回は少しグロめのものをセレクトしました。と言ってもまだ序の口という方が多いかと思います。次回以降はより踏み込んだものをお見せできたらと思うぜ。人気なくて打ち切りになったらごめんね。続け。